阪神2から1日本ハム、18日、甲子園球場。交流戦をさよなら勝ちで締めた阪神。岡田昭信監督は、相手の冒頭による決勝点に、まあまあ、向こうのミスでね。その前もですけどと振り返り、表情を緩めることはなかった。1対0で、9回で1対0で勝つしかないと思ってた。1対0の7回は西2塁で代打。 セミアに初球を打たれて右前同点だとされた場面を、あそこも不用意な初球だった。歩かせてもいい場面だからもったいなかったと悔やんだ。何よりも攻撃時に、走塁ミスばっかりで、行かないから四つ、今日ね、インタビュアーから5回虫一三塁で梅野の遠前へのセーフティースクイズで三塁走者の前川が本塁手前でタッチアウトとなった場面を問われると、早くに点取れないから。 セーフティースクイズでも正面やったらスタート切らなくていい。そう考えたら5つやね、走塁ミスねとミスが1つ増えた。その後も、なあ、ひどいな。こんだけミスするんやなとヒートアップ。結局は、役割というか、ランナー出たら1つでも前の類とか、それは仕事なわけやからな。そんな当たり前のことやんか、それは、ヒット打て言ってるわけやないんやから。それができないんやからな。 5回2試満塁で近本の先制中全打で2塁走者が生還できなかったシーンも、安ん完璧ミスや、2試で満塁で、センター前のゴロのヒットで、なんでよう帰ってけえへんのと怒り、その直前に、後頭の先発、村上に代打、原口を送る勝負手を打ち、原口が右翼ファウルゾーンへフライを打ち上げながら3塁走者の森下がタッチアップしなかった場面も、右翼の万波が、 あの体勢で取って投げれるかホームにストライク、何考えてるんやほんま、こないしてグラブ差し伸べたような取り方で、お前、そんなんお前、肩が強いやつやったら全部ストップやんか、とぶちまけた。簡単やんか、行け、言うたら終わりやんか、行くか行けへんかやんか、走塁なんか、行く勇気がないわけやろ。結局は、コーチも行かす勇気がないんやろ。藤本、コーチが、 止めとるんやろ、と怒りが収まらなかった。